青山八幡宮は、静岡県藤枝市八幡にある、八幡宮である。麓から見た、八幡宮。八幡山三という取で跡でもあった。藤枝市北部の塩山から南東に細長く伸びた、尾根筋の末端に所在する。境内はかつて、八幡山三という城塞でもあった。創建年代は不明だが、伝承によると、欧州へ下校した、源義家が、 山城の岩清水、八幡宮を、天行、公平年間、または1088年に誕生したことで成立したと、される。部門の神として、武家の信仰を厚く、1591年に、豊臣秀吉から170国ごとの車両について、諸役と三輪畜牧の役を免除する、衆院状を発給されており、江戸時代に入ると、徳川家康からの庇護を受けた。 坂井忠田ら、歴代田中城主からも熱い数計を受けたという。旧暦8月13日から15日には、霊大祭として、法上会が開催され、やぶさめが行われた。大祭の御子と御に、藤枝塾の屋台が付き従ったのを起源として、藤枝大祭りが始まったという。八渡宮での藤枝大祭りは1868年以降の神仏分離令により衰退してしまうが、 1874年に、同志藤枝五丁目の悪波神社に引き継がれ、現在に続いている。また、八幡宮でも毎年新歴9月には、霊祭が行われている。ありがとうございます。